実際にはスパチュラの半分ぐらいを手に取ってこう乗せていただきまして、でお箇所を額から頬と顎と鼻と押してくだして、その額の部分から軽く伸ばしていきます。そうしまして額の部分からマッサージ始めます。額からこめかみを通るような形でマッサージですね。目の周りを通って反対、優しく、目の場合は皮膚がすごく薄いので優しく反対の上でいただいたら、頬を包み込むようにこめかみの部分に向けて引っ張ります。そうしましたら生え際を通して耳の後ろのところ、くぼみがあるんですけど、ここが大切なリンパになりますので、この小三流と付きというこの筋が出る部分ですね、鎖骨に向けて先ほどの緩みの部分、顎のところから右手からここ先の緩みのところを通って、それを交互に3回ずつ行っていきます。ここは十分に上に引き上げてこの部分を通っていきます。そうしましたら、圧迫法といいます、額と顎のところをキュッと一瞬押します。そしたらパンと離して、リンパの流れを一度止めてあげて、